べたいの食べればいい。眠いなら眠ればいい。結局は自分で決めてくんだ。悲しいなら泣けばいい。嬉しいなら笑えばいい。ごまかして隠すことないんだ。今何をすべきかって悩んだりもするけどさ、ほらいいぞ、顔上げていいぞ、前向いていいぞ、ほら最高。立ち止まって迷えばいい。大悟の友博アワーイ。3月29日今日もこの日がやってまいりました。毎週木曜日夜8時からスタートしております。大悟の友博アワー。お相手は私大悟とひとしです。よろしくお願いします。シェイ。さあもうあっという間で3月も最後の週でございますね。はいはいはい。もう来週から4月ですよ。うん、あっという間です。もう1年が終わっちゃうんだよね。そう、年度がね、年度がね、もう今もう送別会とかもあるんじゃないですか。そうだね。ちょうどさ、ほらちょうど学生がですよ、はい、春休みに入ってるでしょ。はい、うん、そうです。朝晩のね、こう会社にね通う時の道が空いてるんですよ。おだからね、ずっと休んでくれればいいのに。朝の渋滞全然違うじゃないですか。違う、びっくりするよね。本当だよな。だただね、こうほら今週で2017年度が終わるわけですよ、はい、これねややこしいんだよな。17年度とかっていうとね、うん、今2018年ですけどね。そうそう、2018年度だ、あ、うん、そうそう18年だけど2017年度という。そうなんだね。だから4月からはですよ、またまあ僕ら会社員にとってはですよ、うん、このまあ新年みたいなもんですよ、はい、スタートしてね、うん、だから結構ね山場を越えてきました。お、うん、来期のですよ、はい、こう事業計画をね、来期は私はこうしますみたいな発表も終わらせてきて、はいはい、だからもうなんていうのかな、気持ちがですよ、うん、こうまあラジオに打ち込めるというか。おお、いいですね。ああ、もう仕事しなくていいかなみたいな。今週はいいかなみたいな。ただね、もう送別会、うん、今週ね多分多いと思うんですよね、うん、で来週は歓迎会。そうですね、ま、始まったらね、始まったで歓迎会も入ってきますからね。そうなんだね。皆さんちょっとね、うんうん、まあ、飲みすぎとかね、そういったことに注意して。そうですよ、飲酒運転はね、うん、絶対しない、させない、うんうん、気をつけましょう。はい、まあそうって。本当にね、まあ、忙しい人は忙しいし、はい、まあ忙しいのが終わったっていう人も今言ってる、うんうん、送別会ってあるじゃないですか。僕もちょっと、僕はねもう早めにちょっともう年度の終わりの片付けはさっと済まして、おおおいいね、ちょっと本当にね、できる男、4月に向けてちょっと自分なりのペースでやりながら、うんうん、やってたらやっぱ送別会だとか、あとはちょっと久しぶりにちょっと飲みに行こうかなんていう友達が声かけたりとかあったんですけど、やっぱそうやってると忙しいだけじゃなくて楽しいこともやってるとね、気づいてないうちに睡眠不足がちょっと来てるんですよ。はあ、ちょっと昨日今日あたり肩がすごい重いです。ずっしりしております。肩に来るか。肩に来ます。もうすごいなんか、うん、なんかズーンってか、常になんか背負ってるような感じ。その中に肩こりありますね。皆さんもね、その体調には気をつけて、まあ、楽しく、過ごしていってください。はい、では行きましょう。大悟の友博アワー。この番組は防音工事のことならお任せください、お任せください。イーストロ沖縄の提供と、チューブの下町憩いのバーフォレストチェアと、ライブハウスジグザグの三社の提供で1時間お届けサビラー。はい、ゆたしくにげサビラー。さあ、この番組では皆様からのメールメッセージをお待ちしております。 FM コザのメールアドレス 761@fmkoza.jp までお願いします。また FM コザのホームページからは、ツイキャスト YouTube ライブで、番組の方を楽しめます。またですね、動画配信アプリフレッシュというものでの配信も始めていますので。ほうほう、ツイキャスはまだあるんだっけ。はい、ツイキャスは、はい、あ、入ってるんですね。続けています。あ、そうかそうか、この画面ツイキャスか。はい、はい、皆さんこんにちは。皆さん、またホームページ等も確認してですね、大悟動画で、大悟、俺大悟。はい、ごめんごめん、はい、どうぞ。番組を楽しんでください。うん、メッセージをお待ちしております。というところで、はい、早速、メッセージ来ております。
野の中の銀のホタルさん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こんばんは、うん、楽しい音楽マンチャーの時間が来ました。いや超嬉しい、ね、言ってくれて本当に嬉しいです ね。誰なんだろうね本当にねマジで嬉しい。あ、ごめんごめん、また変な音が出てさあさあ、リクエストの方も来ております。またね、やっていきたいと思いますが、さあではちょっと、なんださっきからなんか牽制がかかってるけど、バズった音がするから、はい、さあ今週1週間どうでしたでしょうか。あのね、先週の金曜日かな、はい、あの金曜日ですね、3月23日にジグザグの方でライブをやってまいりました、はい、うん、うん、なのでね、まあね、なんせこの忙しい時期でしょう、うん、まあ、お客さんもねちょっとね 入ってくれたんだけどさ、うん、ちょっとね、やっぱりどんよりした、僕のほら曲って結構暗めでしょ、暗めでしょ、うん、でね、この出演者がね全員暗めだったわけさまあ僕大吾が出演して、はい、あのトムさん、はい、ね、トムさんが出演して、で、二神中、はい、もう言ってみればさ、もうみんなおじさんですよ何の、何色気も花もないおじさんがですよ、3組出て、はい、まあ、僕は最年少のおじさんでね、うん、トムさんが、まあ、まあ、中央おじさんです。中央おじさんで、大おじさんがね二神中なんですよなんかいいな、その小中大そうそうそう、おじさん尽くしのねライブでね、やっぱ楽しかったですよ、うん、若干ね後半ちょっとおじさん臭い、こうね、ジグザグの部屋の中がね男臭い感じの部活集会しましたけどいや、なんかね、いいね、ライブはねやっぱ続けていきたいなと思ってですよ、うん、であとはね4月の何日かに、この、ね、3月頭に三振の日にですよ、3月4日の日か、はい、地元のね石川の前原地区っていうところで、うん、区長さんから連絡があって、うん、バンドやってくれっていうことでバンドやったんですよ、はいはい、でそれの、なんだろう、そこでね結構好評だったみたい、うん、おじおばあもね最初大きい音にびっくりして、だから後からよかったよって言ってくれたみたいで、区長さんにね、いいよって言ってくれたみたい で区長からね先週連絡あってですよ、荒垣くんと、もう僕はだいぶ荒垣って言うんですけどね、はい、4月十何日かにこの区の総会があると、はい、いや新年度なので総会なので、うん、議長やってくれっていうわけですよ、はい、議長、うん、ちょっと待ってくれと、うん、俺歌は歌うけど議長とかそういうことをやるあれじゃないですよって言ったら、うん、大丈夫大丈夫、もう議長でやることになってるからその日は必ず来てよっていうさマジですか。だからね、空の仕事もねちょっとこれやらないといけないんだけどね、うん、多分これ音楽関係じゃないんだよね。そうですよね、議会をねこのなんていうの、うん、進行させてくれっていう、はい、いや、やっぱね、ほらライブやるとトークするじゃないですか、はい、ね、ラジオも、ね、はい、こうトークするじゃないですか、うん、だからこうトークをねこの砕けたやつをね議会に持ってって後悔するなよ区長と、うん、まあ、今心の中でね電話で言ったんだけどさ、うん、心の中で電話で言ったそうだから、ね、僕の引っ越ししないといけなくなるんですその地元にはいられない逃げるようにまあ、そんな感じのねちょっと、いろいろね期待感も持たれたような、ええ、1週間だったので満足しております。お、うん、いいですね。さあ、まあ、僕の方はさっきも言ったように送別会とかもいろいろあったりもしたんですけど、うん、土曜日の話で、ほう、大吾さん土曜日僕と一緒にね、ん、土曜日でしたよね、3月24日だったごめん、うん、でしたよね、一緒だった、そうそう、あれもう終わったかなと思ってはい、3月24日の土曜日には、はい、うんうん、チャタンの方に集まってからね、そうですね、このコミュニティラジオをやっているパーソナリティ同士でちょっと親睦会っていうのを、楽しかったな、うん、あれ大吾さんの方から主催というか、うんうん、の方からね話があったんですよね。そう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 、でそれで主催がね上間一生さん、はい、うん、日曜日にやってる SPC がっていう、はい、番組のねパーソナリティで一生さん、うん、そうそう、で大吾さんが僕にも声かけてくれて、そう、久しぶりに深っつって、久しぶり行こうよ、ね、僕もまあ、うん、去年からラジオ始めて、うん、まさか自分がこんな場に行くかとは、あ、なんかすごい新鮮な気持ちでしたけど、やっぱ楽しかったですね。楽しいよね、うん、ただ、うん、面白かったのは自己紹介でしたね、最初の自己紹介、あ、結構人数がいましたよね、いたいた、20人、20名以上ちょっといたよね、いて、なんかテーブルももう4つぐらい、なんかこの長テーブルが連結してね、連結してってあって、それじゃあ、はい、まずはそれぞれ番組を紹介しながら自己紹介お願いしますって言うんですけど僕ら一番最後の方でしたよね。そうでした、そうですよね、もしかしたら一番最初の方はね、もう遠いからね
聞こえないんですよ。そう、もっと声張ってしゃべれって言いたいんだけど、うん、初対面ですからね、うんうんうん、ただちょっとねお店の方も結構このバイキング形式の大きいお店で、そう他のお客様もたくさんいるし、うんうん、そこでやっぱ僕らのところだけ全員聞こえないんでダーンって言うわけでもいかないのかなとか思って、本当にそれで20名ぐらい、まあ、話を聞いて、うんうん、僕はもうあの5人目ぐらいから聞くのやめましたけどもう聞こえなかったから後から聞こうと思っておーおーおーじゃあもう自分の時何を話すかって言ったらもう、うんうん、それはもう詳しいことは後から聞いてくれと、そうだよね、もう名前だけ覚えてくれって言って、大和の友広和の仁です、うん、名前だけ覚えてくださいよろしくって言って、うん、言ったねみんなキョトンとしてたね、大和の友広和の仁ですって言ってたからね、うん、なんかここなんか出るの、なんか出るラップ音が聞こえるの、うん、怖いねそうでもね、あの楽しかったよね、うん、あんだけパーソナリティが集まると、あのワンからワンからするかな、自分から、うん、俺の話聞けみたいになるかなと思ってたんですよ僕は、うん、だ負けずにいやいや俺の話を聞けって俺は言おうと思ってね、うん、言ったんだけど、みんな大人だったな、大人でした ねなんかお互いにちょっと牽制というか、うんうんうん、だから いろいろあの結局僕らもね番組名言ったけども、うん、どんな番組かは言ってないから、そうだよな、そうそう、この1対1話した時に、うん、大根の友広はどんな番組なんですかって、はいはい、していったりとかね、うん、そうだよね、だから僕はほら下ネタ担当っていうね、そうそう、大悟さんが担当で僕の前に自己紹介で下ネタ担当です、はいはい、大悟ですって言うから、うん、俺もなんか知らんけどツッコミ担当ひとしですってそう、あのいろんな地域から来てたじゃないですか、うん、那覇からね、北はやんばるまで、やんばるまで、うん、そう、あのヤンバルのねこの3名来てたじゃないですか、いやメンバーいいよな、あれ濃いじゃないですか、濃かったです ね素晴らしいいいよね、だあのコミュニティラジオでね絡んでいこうと思ってて、うん、あのヤンバルメンバーとも連絡を取ってます、おで来週はねこの、うん、ほらFM ギノワンの方で、うん、ギノワンの方で、うん、されてる、シンガーソングライターのチカさんが、チカちゃん、うん、その時に話してからね、おうおう、ぜひうちの番組来てください、ゲスト大募集中ですっていう話したらね、向こうもあぜひ出してくださいっていう話で、ね、すぐもうパッパッパって話が決まったんでね、また、こういった感じで交流がね、うん、また広がっていくのかなと思います。ちか、ね、ちゃん来てくれるでしょ、 FM ギノワンでしょ、はい、ヤンバルからもねあの健康を、ね、呼びたいなと思ってるのでねちょっとまたね次回機会があれば声かけていきたいなと思ってますので、はい、うん、そんな感じの、はい、まあ、1週間でしたね、うん、さあうん、なんかオープニングも終わってさあ次どうしようかみたいな俺一曲歌っていい？あ、はい、行きましょう、はいはい、ね、最近ちょっと曲を作りまして、はい、まあ、G の階段という、思ってることが伝わらない、私の気持ちわからない、あなたに抑え込まれてたの、自分をなくしたの、言葉を返すことが怖くて反論できなかった、あなたの顔を色を見ながら黙っていたわ、声が怖かった、流れる空気に押しつぶされていたの、今の私はあなたが作り出した形なの、今の私はあなたが作り出した形なの、
G の階段というね、オリジナルをお届けしました。はい、ありがとうございます。重たい、ね、歌詞をね、やりたい。で、等身大の歌を歌いたいっていうね、こう今自分がこう悩んでるのを、ね、素直に歌にしてみたらどうなるだろうかと思ってね、この間のライブで歌ったんですよ。はい、どんよりでしたね。まあ、大吾さんがそういう役割だったら、またちょっと明るい感じの人もやっぱ欲しい。そう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 。なっちゃうのかな。そう。なのでね、小嶋さんに言ったよ。この3人では絶対二度と組むなと。なのでね、こうやっぱいろいろですよ、僕も悩みが多くてですね、いろいろあるんですけど、まあほら前向いていかないとね、俺去年いいフェイスブックのね記事を見つけたんですよ。かすり傷以外は、何だったかな、命に関わる傷以外はみんなかすり傷だみたいなね、文言を見つけたわけですよ。すげえいいこと書くなこの人と思ってね、もうなんか、そういうことですよ。前向きにね、どうせ暗く歌っても何しても生きていくしかないわけですから、うん、明日頑張ろうと思ってるわけですよ。どんどん今なんか思いが止まらない感じですけど、そう、等しい、はい、さあ、はい、もうありがとうございます。皆様からも、はい、リクエストをお待ちしております。はい、今の中の銀の蛍さんからもリクエストが来ておりますね。南蘭坊さんの曲で別れのバスというふうにしてきておりますが、まだちょっといけるかどうか、そうだね、相談しながらね、やっていこうかなと思います。はい、さあではちょっと続けて、今日はちょっとね、CM 前の話を少しやっていろいろやっていきましょうか。私ひとしの本のコーナーに行きたいと思います。はい、では、私ひとしが今まで読んだ本、気になった本を皆様にご紹介する本の紹介のコーナーをいきます。はい、今回ですね、沖縄市立図書館の方に行って探してきました。今回持ってきたのはですね、文春文庫さん、文献集集、の文春文庫さんから出している、初めての文学シリーズっていう本を持ってきました。こちらですね、文献集集さんの方の企画で、今まであんまり本を読まなかったとか、これから本を読み始めたいというこの、本初心者の方、若者向けにですね、現代の作家さん、日本の作家さんを、12名ピックアップして、12本のシリーズ化してからですね、その方々の、短編の話を、いくつかやっていくという、だから作者ごとでシリーズができています。今回、こちらスタジオの方に持ってきたのはですね、村上龍さんのものと、あとはもう一つは村上春樹さんの、ダブル村上を、持ってきましたけども、これ以外にも、ですね、宮部みゆきさんだとか、重松清さんだとか、林真理子さんとか、そういった、現代での結構名前の、売れている作家さんたちの、短いお話を読みやすく字も大きめにしたりとか、そういう風にして、初めての方とかそういった方が読みやすく、作っているシリーズです。で、今回こちら手に取ってですね、あ、こういったものがあるんだっていう風にして見てみて、村上龍さんの方、番組の方でも何度か村上龍さんの本をご紹介したんですけども、今回こちらの方ですね、短編が、いくつか、村上龍さんのものは9つですかね、9つの短編が載っております。すごいね。その中にですね、パッて目を引いたのが、浦島太郎と鶴の恩返しというのがあるんですよ。これがもう特に気になって、もうすぐ読んでみたんですけども、これはですね、皆さんがよく知ってる童話の浦島太郎、鶴の恩返し、これを村上龍さんがもう現代風に書き換えた、ストーリーの大筋はもうそのまんまですよ。あれを現代の、人を、主人公とか、そういうふうにして書き換えたものになってるんですよ。人物を当ててる。そうです。現代版で、作ってるもので、浦島太郎なんかは結構この漁師町とかなんか、普通に亀が出てきたりとか、そういったところは変わらないんですけど、竜宮城の、実際に竜宮城にも行くんですけど、この竜宮城の様子がキャバレー、そういった話があったりとか、なんか火山を利用したサウナがあるとか、なんかそういう変にこの現代的に具体的に書いて、なんか書いてみるとか、そういうふうにあったりとかですね。もう一つの鶴の恩返しの方も、これは主人公は主人公は石油仕事するね、都会
での仕事に疲れて田舎暮らしを始めた一人の青年が主人公 で、うん、でそれがまあ鶴を助けると、うん、そしたらその鶴がまあ若い綺麗な女性になって、うん、その人をある日訪ねてくると。そうそう。でそしたらまあまずはこの布を織りましょうとかどうのこうのじゃなくて関係を持ったりとかそういったところであったりとか、でもなんかこの旗織り機の布も出てきたりとかごめんごめん、このよ話がよ、この音楽に飲まれてよ来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 よってなんか怖い話に聞こえる ね、おかしいなおかしいな変だなとかそういう時期かなと思ってちゃんと 村上龍さんの話ですからね、うんうん、そういったような感じでなんか現代風に書かれてるこの2つの作品がまあ面白かったです、うん、でなんか面白い反面、うん、なんか読み終わってみるとあれなんかこの話ってこんな淡白だったみたいなこともなんか考えたりとかね、うんうんうん、やっぱ現代風にするとこういう風になっちゃうのかなって思ったりとか、うんそうだね、確かに夢がなくなるよね、うんうんうん、だからそういったところがなんかよりなんかリアリティになればなるほど抜けちゃうのかなとか、まあ、そういう風な意味でもなんか読んでみると面白い。そうだよな、キャバレー行くって言ったらな3万円持ってばいけるけど竜宮城3万円で行けないからな、これ怖いよ怖いよ、おかしいなおかしいなと思って音楽いやいいですね、こう短編小説本のこの文庫本じゃなくてなんていうのこれ、これは、まあ、単行本っていう表彰されてる高い本だもんね、うんはい、うん、それに 9品というかね9作品も入ってて、うん、9作品ぐらいで入ってて、まあ、字も読みやすく書いてるので、うんうん、ぜひ皆さんもねちょっとこちら、なんか気になる 作家の方がいたら、まあ、読み始めとして、はい、手に取ってみるのいいんじゃないかなと思います。今回、じゃ持ってきたものですね、うん、文言春秋文庫、うんから出しております初めての文学シリーズ、はいいねうん、こちら、本屋の方図書館等で探してみてください。はい、はい、では以上ひとしの今週の本のコーナーでした。じゃあそれではそのまま CM いっちゃいましょうか。はいはい、では CM チェケチェケ、そうそう押すの見てから言ったはい、お願いします。マイクをじゃあ、はい、セイさん CD をまた、あ CD、okay、2曲目を言ったらいいよ2曲目、はい、あ、うん、バックで今流すときは2曲目からですか。あバックでか、バック2曲目はちょっとバーンと流してほしいかな。そうですね、うん、3曲目って曲調的にはどんな、あや優しい、あじゃあ3曲目からお願いして、うん、でじゃあ紹介しながら、ね、いこうかな。はい、セクさんマイクこっち、あ、うん、いいよ大丈夫だよ。あひとしもこれ使って、コードがなかったな。なあ、別れ伸ばす。うん。南も。はい、始まりました。大ガンダ智弘はゲストのお時間でございます。はいはい。うん。いいでしょう。なんかね、大人の雰囲気でね、うん、今度時間をお届けしたいなと思っております。はい、素敵な方が、ね。はい。僕大好きなねゲストが来ております、はい。自己紹介をお願いします。森かおるです、こんばんは。イエイ、森さんの声いいでしょ、こう、うん、イエーイって。お久しぶりです。前回来ていただいたのが、うん、何月だったですか、ね、あれね10月かな、10月だね、うん、10月いや半年ぶりぐらいってことですか。そうだね、5ヶ月か、うん、そうですよね、うん、森さん今回はツアーでまた来られてますよね、うん、そうです、うん、これ
近くの今日、まず今日のライブがありますよね。今夜 F ですよ比嘉さんと、うん、名物の比嘉義弘さんと、うん、はい、毎週木日比嘉義弘さんやられてるので、はいはい、すごいですね。こうすごいなと思いますよ。こう比嘉義弘、うん、森かおる、これはちょっとね、うん、結構強烈ですよ。楽しい楽しいですね、楽しい、うん、すごい声ですね。声がそうですね、うん、特徴的ですからね、はい、さあそんなライブが、うんうん、今日の、はい、この後ですね、はい、9時過ぎからね、はい、ゆるりと始まると思いますが、9時がスタートですか、9時オープン、9時オープンだと思うんだけど、はい、多分沖縄ライブっぽいですね、はい、うん、場所がですね、FM 小座の、向かいにありますミュージックバー、はい、F の方、F、 はい、中松マスターのお店ですよ、うん、そうあのね、僕ね最近 F がね8周年を迎えて、 お、 まあ、お邪魔できなかったんだけどさ、もう8周年になるんだって僕ね、うん、最初の頃から結構言ってたので、うん、やっぱ早いですね、時間経つのって。時間経つの早いよ、早いですね、どんどん早くなってくよ本当にすごい、なんか森さんが目力が、森さんに言われるとすごい、なるほどと、ね、今回のですよ、森かおるさんの沖縄ツアーっていうのはね、はい、ちょっと今までもツアーねやられてきてるんですけど、はい、今回は新作のアルバムを引っ提げて、はい、旅をされているということで、はい、今ちょうどバックで流れてますね、はい、この曲はこれはね、ごゆっくりっていう、ごゆっくり、なんていうかね、ほっこりとできるアルバムをどうしても作りたくて、ほらちょっと声も強いから、はいはい、こうドドーン押すパターンが多かったので、できれば今回はちょっとゆったりほっこり聴いてもらえるものを作りたいなと思って、今僕初めて聞いたんですけど、うん、いいですね、こうベースが強めに前に出てる感じの音でね、はいはい、ゆったり、なんかカフェでも流れてもいい感じのイメージですね。ね、1回でパンチじゃなくて、10回ぐらい聞いてこれいいかもしれないっていうそういうのを作る、はいはいはい、狙いがあるんです ね、うん、ね、そう、今回のアルバムのタイトルっていうのは、はい、トンネルを歩いて行こうというタイトル、トンネルを歩いて行こう、うん、これは中に入ってる曲のタイトルをそのまま、そのまま撮ってるんですね、はい、あ、すごい。どれぐらいぶりのアルバムになりますか？2年、2年、2年になりますか、あれから2年になる、うん、うん、そう、僕はね2枚持ってて、はい、でこれが3枚目、そうそう、うん、幻の1枚目だって、うん、そうおっしゃってましたね、うん、これでフォースアルバムだね、はい、そうだからね、こういいね、やっぱね、うん、今まで日本と森かおるさんの色がちょっと変わったイメージがありますね。ああ、いいですね、うん、いいですね、人はやっぱり変わり続けないとねいけないなと思うんで、うん、うん、いいですね。だから今日はですよ、うん、僕がね大好きな平和の匂いっていう歌もね、うん、ちょっとフルで後から聞いてもらおうかなと思ってて、はい、で、うん、この、うん、曲もこのアルバムに、うん、入れた、入れたんですね、うん、どうしてもこれはちゃんともう一回録音し直して入れたいなと思って、うん、取り直ししてるんですか、うん、新録音、おお、すげえ、ちょっと楽しみにしといて、はい、うん、ちなみに全何曲ですかこれ。13曲入りました。お、13曲、お、今回はこうテンポのというか時間の短いのもいくつか入れて、あ、うん、全体にこう軽く聴けるように。へえ、うん、すごい、そうそう、なんかね、いつもね僕営業者で聴くんですけど、はい、ほらさっきちょっとねオープニングで話したんですけど、はい、落ち込むようなことがあった時に、うん、森かおるさんの元気が出る曲をやっぱチョイスして、うん、聞いてしまうんですよ、自然とね、こう CD 入れ替えてってやると、よしってなるので、また今回はこれあれですね、ゆったりした感じの、そう、ちょっとね、うん、自分をちょっと許してあげようかなみたいな、あ、いい、あ、うん、いいですか、許されても、あ、どう、許しますよもういくらでも許しますよいいですね、音楽の力ですね、いろいろごめんなさい今何かをよぎったねで今回沖縄に来られたのは、はい、今日何日目ですか。今日が目3日目、3日目、うん、ライブとしても3日目ですか、うん、ライブも3日目、うん、初日はどちらで。初日が浦添のグループ、はいはい、グループさん、昨日は泣き人村に行って、温度っていうとこ で、 ですね、はいはい、今日 F、 明日がおとらく、はい、明後日がどこだったっけ、あ、614っていうとこ、あ、614、はい、入りました、はい、え、土曜日に入りました、入りました、あいや、よかった、はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、その辺はあまり反省しないように、はい、反省しないように614でやって、それから日曜が、はい、よかったかな、
もう忘れてるね、山ちゃん、はい、山ちゃん、山ちゃん、新しいフォークバー、そうですね、うん、山里明さんのお店ですね、そうですね、うんうん、で、月曜日に小座フォーク村さん、はいはいはい、はい、西野で一旦なぜか、うん、うん、那覇行くんじゃなかったかな、あ、本当だ、うん、火曜日は那覇ですね、4月3日火曜日、うん、でまたすぐ戻ってきてジグザグ、あ、ジグザグ、うん、ジグザグ、これで那覇行くっていうそういう今回たっぷりですね、本当たっぷりですね、日数で言ったら14日間14本すごいな、プラスここの番組、うん、そうですね、はい、うわ嬉しいです、本当に遊びに来ていただいてありがとうございます、いやいやもうここへ来るつもりで最初からスケジュール組んだ、マジっすか、当たり前でしょどうしましょう、まあ、君たちに合わせて何が沖縄だというね、あ、よいしょ、うん、超嬉しいんですよね、さあ今ですね、うんうん、僕らも今、はい、多分大吾さんと一緒のページ確認してるんですけど、うんうん、インターネットの方で 森かおるさん検索していただけたら、はい、ブログの方で、はい、今回のスケジュールの方とかも、はい、書いてありますので、タイトルよくない、愛の歌よ溶けてゆけ、はい、アンポンミュージック、うん、沖縄巡業2018春編、うん、はい、いいですね、そういう感じで、うん、今回でも沖縄だけでこう14日連チャンじゃないですか、はい、これ多分沖縄だけで14じゃないですか、はい、内地の方ではまたこのアルバムを引っ提げてのツアーっていうのはずっとやってこられてるんですよね、ずっとというかこれがある状態ではまだね、15日2週間ぐらいしか経ってない、あ、そうなんですか、うん、その前から地元で80日間、はい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 、愛知県岐阜県三重県あたりで80日歌ってここへ、うん、まあ、とりあえず沖縄来て、それから今度は東北から北海道行くわけです、うん、すごい桜を追っかけていくんですね、いや桜よりだいぶ遅れてるあ、そっかそっか、うん、そうですね、もうあれか、向こうはもうだいぶ来たい、いや来てきてます、はい、桜前線というか、わいいな、やっぱりこうだ、森かおるさんですよ、もう番組自体ね多分3回目そうですね、ですよね、うん、だ改めてですよ、こう自己紹介を、はい、細かいところをちょっと、はい、今今日聞いたリスナーさん、初めてのリスナーさんいると思うので、ね、えらい親しげというか、そうそうそう、慣れ慣れしいやつがいえいえいえ、ね、もう一度ちょっと自己紹介、はい、森かおると言います、愛知県は名古屋市に住んでて、はい、日本中を歌って回るという、うんうん、そんな仕事をしてます、大体にどうだろう、沖縄もこうやって14日間まるっと歌うんですけど、大体年間360日ぐらいが歌の生活ですね、はい、いつかほぼ多分ね、いつかはね、これ沖縄に来る移動日とかね、はい、遠くに行く移動日とか、はい、そうですよね、で多分名古屋に働きに出られた方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういう人にはひょっとしたら私の作った曲を聞いたことがあるかもしれない、なるほど、コマーシャルの曲をねずっと作ってましたね、若い頃はね、うん、お、なんかそうですよね、フェイスブックによく出てくるんですよ、コマーシャルの帝王っていうフレーズが出てくるので、あ、どういう、ちなみにどういうコマーシャル、あ、じゃあ地域限定で言うと、はい、一番有名なのが、うん、何でも貸します近藤さん校っていうね、近藤さん校分かりますよ、沖縄の僕でも分かります、うん、はい、うん、ジェット機とかのあれが置かれてるんですよね、はいはいはい、へえ、それのコマーシャルソングとか、うん、いやすごい面白いですね、いや地元に帰るとこうコマーシャルソングやっぱライブでちょっとつかみでやったりします、うん、やったりしますね、つかみというか最近はむしろ、うん、アンコールにやってって言われてやるぐらいで、じゃあフルで1曲作ってるんですね、 CM のあ、いやそうでもない、大体だいたい短い15秒とか5秒とか2秒とか、はい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 2秒いやいいな、愛知ね、僕息子がね愛知に仕事を昔しに行ってたことがあって、そうそうそう、だからね、じゃあでもテレビ見る時間なかったんだけどさでもいいですね、こう地元から、はい、やっぱ地元は愛知はずっと住んでるんですよね、今も、はい、ずっとね、うん、拠点はそこにして、うん、ずっと巡業というか、そうそうそう、まあ住んでるに入らない感じになってきましたね、まあ、そうでしょうね、うん、360日はね、日本全国どこでも行きますっていう感じですね、そう、今回沖縄どうですか、ちょっとね寒い日が続いてたかなと思ったんですけど、はい、ちょっと寒いですね、そうですよね、はいはい、今週はねまた少し暖かくは な,、はい、なりはしてるんですけど、うん、先週なんかちょっと寒かったんですよ、15度とかね、うん、はいはい、そこまで落ちたのがありましたね、うん、内地はもうこの沖縄の前は地元でやられたじゃないですか、で上がった日は20度超えてましたね、あ、そうですか、ええ、あ、なるほどなるほど、来週ですねちょっと僕実は富山の方に
はい、本当はね、はい、今週末だったんですけど来週にやっぱ変わりまして、うん、ね、はい、ちょっとね、はい、富山に行ってくるんですけど、行ってらっしゃい、ちょうどね桜が、はい、多分それぐらいじゃないかって言われたんで、あーちょっと寂しいですね、ちょっと、うん、ね、ですね、楽しみにしてるんですね、だ全国をね回ってこう歌をする、旅をするっていうのは、うん、多分すげえ簡単に言うと楽しそうって言っちゃいがちなんですけど、うん、大変は大変ですか、やっぱり一番大変なのはやっぱりあれですね、お客さんが本当に来るかなっていう毎日が続くわけですよ、うん、このドキドキがね一番大変かな、移動とかそういうのは割と好きかもしれないね、うん、ぼーっと列車に乗ってるだけだから、うんうんうん、いいですね、列車旅っていうのは、はい、多いです、うん、列車でもね、森さんのライブ行くと必ずね打ち上げっていうかさ、ライブ終わった後に客席にどうだったみたいな話しかけてくれるわけ、うん、これがねやっぱすごい嬉しいなと思って、うん、歌って帰るアーティストっていうのもやっぱ結構おられるわけですよ、うん、歌うところは僕は歌う人だから、うん、歌聞いてその後は別にっていう人もいるんだけど、うん、森さんねちゃんと客席に降りてきてどの歌が好きでしたとかっていうね、うん、聞いてくれるじゃないですか、まあ、たまにいいんですけどね、うん、握手したり乾杯したりぐらいですよね、これっていいよなと思ってさ、地域にやっぱりお客さんがこう何ていうんですか、もう沖縄公演というか沖縄ツアーが 何回目でしたっけ、もう数えられないですね、多分5年ぐらいで、そうですね、はい、10回超えてると思うんですけど、はい、ね、もう地域のこの、まあ、見て分かると思うけどいろんなライブハウスとつながってるじゃないですか、うん、でいろんなお客さん、このお客さんにはこの、あ、このライブハウスにはこのお客さんと、ね、お客さんがやっぱリピートでついてくるんですよ、うん、あ、これやっぱすごいよなと思ってさ、うん、歌の力もあるけど人柄だよねっていうのはあるので、うん、だ今回のアルバムまた楽しみですね、僕またもう絶対これはね聞かなか、うん、聞かなかもう特に大吾くんの番組で平和の匂いを聞いてた人は、はいはい、これは聞かなか、絶対聞かなか、うん、いいな、ね今ね、ちょっと長屋弁が入ってますけど聞かなかよそうで、ここでですよ一曲僕のね、はい、大好きな曲をね入れちゃっていいですか、あ、入れましょう、はい、じゃあ関さんお願いします、楽しみだな、新しいアレンジですよね、はい、うん、じゃあタイトル紹介しましょうか、はい、お願いします、はい、じゃあ森かおる、4枚目のアルバム、トンネルを歩いていこうから平和の匂い、
ありがとうございます。聞いていただきました、森かおるさんで平和の匂い、かっこいい。このバージョンまたいいですね。いいっしょ。空間系のこのシンセサイズがね、ふわーって入ってこう、奥行きがまた、あ、これね、シンセは1個も入れてない。何なんですかこの音は。あのね、ペダルスティール、はい、とか、あとはあのあれですね、ハモンドオルガン、オルガン、それとあのフェンダーのローズピアノ、全部あのいわゆる電気系の音。へー、うん、あの電子の音じゃない。マジっすか。うん、なんか、お、ダメだ、これ見たい。このレコーディング光景を超見たい。すんごい。まあ、あの、すごい、あの、こう、古めかしい楽器を出してくれる。うわぁ、これいいっすね。いいですね。また、この歌詞の歌の世界というか、そういった感じもね、ジーンとなんか、そう、ね、いや、染み込みますね。いいね。楽しいですか、やっぱりレコーディングしてた時、すごい楽しかったんじゃないですか。楽しいね。でも、どちらかというと、ツアーに比べたら苦しいね、やっぱね、思ったようにいかないかなっていう時間がね、結構ありましたね。このレコーディングに参加したメンバーさんというのはずっとやっぱりこうお付き合い。いや、これはまた全然、もっとあのこう、それこそ今あのネットの時代なんで、海外の人にお願いしたりとか、あの遠隔地のあの演奏者にお願いしたりとか、そういう形で。すごいな。この旅でつながった人だったり、うん、というか旅でつながった一人の、まあ、かな、あの石川県に住んでるプロデューサーをやってる、僕よりだいぶ若い男の、はいはいはい、僕の歌を、ね、プロデュースしてみたいって向こうから言ってくれたんで、あ、それは絶対やろうねって言って、あのいろいろケンケンガクガクしながら、はい、メールは毎日喧嘩でしたけどね。はい、ですね、音楽やるとでも、うん、そうですね、本音でぶつかるっていうか、うん、ぶつけないといいのが生まれないっていうのもありますもんね、うん、でも本当にあの自分でもなんか納得する、うん、そのこう力の抜けたやつをね作れたなと思って、うん、いいな。さあ今ここでですね、うん、メールが入っていますので、はい、読みたいと思います。はい、はい、お名前おいちゃんさん、おいちゃん、おいちゃんさん、はい、ありがとう。はい、森さんってですね、うん、はい、森さん沖縄ツアー楽しんでますか。はい、新しいアルバム早く聞きたいです。お体に気をつけて良い旅をと。はい、はい、いいですね。おいちゃんさんは、おいたさん、鹿児島県は鹿屋市の方ですよ。おお、鹿児島か。はい、ライブかバーをやってて、そこでも僕よく出してもらってて、はい、いや、いいですね、こうツアー先の、ね、方から、ま、うん、ね、こう沖縄までツイキャスユーストリームを追いかけて見ていただけるっていうのはね、うん、嬉しいですね。鹿児島の方にはアルバムを届けに、うん、持っていくのがね、どうだろう、夏になるかなって感じだけどね、うん、うん、待ち遠しいですね、うん、待ち遠しい、はい、森さん、これ例えばですよ、ツアーって何日前まで、例えば、うん、今日時点で一番遠いツアーの日っていうのは何日まで決まってるんですか。ツアーだと今は7月のことかな。すごいな。やっぱり体調管理とかなんか気をつけてる点ってあります？よく寝る。ああ、やっぱそうですよ。オープニング僕も喋ったじゃないですか、うんうん、睡眠不足なりがちって。そうだよね、やっぱね。そうそう、だけどね、ついに私もこう還暦聞こえたじゃないですか、うんうんうん、やっぱりね、寝られなくなってきて、疲れがね、どうするかなこの疲れっていう日はあるよね。だから今日も来る前少しだけうとうとっとして来ましたよ。もうじいさんの生活。いやでもお前若い、還暦過ぎているようには見えないですから ね、 それがあれなんだ。そう、比嘉義弘さんは年下ですっていうのはね、前回の放送で、うん、そうそう、それが一番僕ショックで、すごい敬語で喋ってたのに、え、年上したかよ。そうだ、今日ね、ライブもね絶対楽しいと思うな、うん、こうまた個性が強いから、はい、う、うん、うん、先ほども、告知しましたけども、今日この後ですね、はい、21時から、FM 小座向かいのミュージックバー F の方で、うん、森かおるさん、比嘉義弘さんで、ね、はい、ライブを行います。でまた、はい、明日以降もですね、はい、はい、森さん、沖縄、沖縄市那覇市、各地で、はい、ライブを行うそうなので、ね、明日がですね、3月、まあ今日ですね、まず今日に、3月29日ミュージックバイフですね、はい、で明日がオトラク小座劇場、はい、で明後日が、614、うん、これはパルミラ通りにあります。4月1日がフォークバー山ちゃん、はい、2日が沖縄市の、小座フォーク村、はい、うん、で目の前ですね。そうですね、はい、で、まあ
3日が、那覇のタグ、はい、タグ、4日がですね我らの、ね、スポンサーのジグザグ、はい、ということになりますので、はいはい、まだまだ盛りだくさんなので、うん、森かおるで、検索していただければ、はい、沖縄のね、巡業ツアー2018春編出てきますので、はい、ぜひチェックして、はい、近くの、ね、ライブハウスでもいいしで早めに1回行った方がいいと思う。1回見てね、あいいな、うん、もう1回聞きたいってなったら今回2回行けるようなスケジュールになってるじゃないですか、うんうん、ですよね、うん、だからね本当に聞いてもらいたいなと。聞いてもらいたいな、うん、さあ、今、はい、曲も、聞いていただきましたけども、さあ今日も、もうあ、今メールまた来ていますかね、はい、ちょっと、はい、またチェックしたいなと思います。あ、メールボックスじゃない、失礼します、はい、FM 小座のフェイスブックページの方にも、森かおるさん宛てのメッセージがいただいております。森かおるさん、はい、すごいシンガーリスペクト、こんな男に憧れる、タフマンわしの場所やということで頑張れということで、はい、これは遠州の平四郎さんでよろしかったですかね、あというラジオの、ね、遠州の平四郎さん、はい、遠州の平四郎さんよりということで、はい、遠い州ですか。そうです、はい、わあ、ひょっとしたら僕ちょっと今思い出せない方なんですけど、すごい嬉しいです、ありがとうございます。あのまたフェイスブックでメッセージください。やっぱいい ね、 いいですね、すごいなと思って憧れちゃうのよ、ね、うんうん、さあバックでねもうちょっと聞きながら行ってみましょうか。静かに聞いてましたね。そう、あ、そうか、そう、 CM まだ行ってないんだね、はい、そうだね、じゃあとりあえず一旦 CM 行っちゃいましょうか、はい、じゃあ森川さん CM をあの Q 出してください、はい、ではコマーシャルオンエア。ありがとうございます。あ、そっか、残り8分で、あとね2分40秒しかない。2分40秒、挨拶でいいです、はい、今日は一個だけイメージ残してもらえれば。そうだね、ラップップってなんだろう、誰だろう、ラップップ、どんな人たちですか、わかんないです。新しいところあります今回、はい、リビエラっていうのはリビエラね、あの、まあ、割と古いバーですよ、あの那覇の方にあります。那覇のなんていうとこかな、あれは前島とかあっち側ですね、はい、今回初やるところっていうのは、はい、初めてたくさんありますね、614もそうだし、はいはい、山ちゃんもそうだし、あの小座フォークラム村もそうですね、あ、そうなんですね、はいはい、さあ、あっという間にエンディングのお時間でございます、はい、今日は森かおるさんをゲストに、うん、はい、ありがとうございます、ね、楽しい時間を過ごせました。もう3回目の登場ですからね、うん、もう慣れた感じですね、あ、なんか楽しい、はい、楽で、はい、本当にもう森さん、4月10日まで沖縄の方で、はい、いろんなところに行くということで、はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてください、はい、お二人にもなんとかもう一回ですね、はい、うん、ぜひぜひ、はい、お伺いしますので、はい、お願いします。じゃあ森さん最後になんかご挨拶を、はい、小座の町本当大好きなのでずっといますから、うん、どっかこっかで顔見に来てください、はい、本当にお願いします。結構ね近くこの FM 小座周辺でね結構お店固まってるのでね、本当都合がいい日は絶対こんだけ長い間あるので、はい、そう
合わせてね来てほしいですね、はい、今日も今から出れば間に合うと思いますから。あ、本当ですね。そう多分ね9時半ぐらいスタートなのかな、うん、ね、吉弘さんとね、森かおるさんと、ツーマンね、うん、なので本当に多分結構ね、はい、まあ、ちっちゃい F はちっちゃいお店なので、うん、逆にこうちっちゃいお店で聞くと何こう距離も近くで聞けるじゃないですか、はい、近い近い、ね、いいよね、こうお話もできるので、はい、今日森かおるさんをお招きしてお届けしました。ありがとうございます、はい、次回ちなみに何月ぐらい来ましょうか、はい、次回台風のがね、そうですね、台風は避けたい感じですよね、避けな感かな。どうしよう、去年は運よく外れたからよかったけど ね、 うん、まだ締めしております、はいはいはい、では大根のトムヒロアワー、この番組は防音工事のことならお任せください、インストール沖縄の提供と、中部の下町憩いのバーフォレストチェアとライブハウスジグザグの3社の提供で1時間森かおるさんをねお招きしてお届けしました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、皆様メールメッセージもね、うん、本当にありがとうございました、ね、また来週お会いいたしましょう。そうですね、来週から新年度だよ、新年度、うん、はい、トモヒロも復帰します。そうだ、そう、皆さんが帰ってきますので本当にお待たせしました、うん、トモヒロが復帰ですそう、森さん、トモヒロじゃなくてね、トモヒロの弟なんですよ、彼は。あ、そうか。なので、元の形に一応戻って、プラスアルファ、ひとしもつくので、パワーアップしてね、はい、次回来られたことは、お招きしますので。賑やかに。はい。もっと喋れんくなるね。もっともっと盛り上がっていきます。はい、ガンガン、はい。じゃあ、また来週お会いしましょう。はい、DAIGO トモヒロは、この辺で、お相手は DAIGO と、ひとしと、森かおるでした。はい、また来週。また来週。時代は流れ、人も流れ、変わってくものもあるけど、昔と比べ